ロシア・ポーランド戦争、ロシア・ポーランド戦争、またはウクライナ争奪戦争、1654年から1667年は、ロシア・ツァーリ国と、ポーランド・リトアニア共和国の間で展開された、最後の大規模な戦争。ポーランドでは、大洪水と呼ばれる戦乱の一部であり、この戦争によってロシアは重要な領土獲得に、成功し、これ以降東ヨーロッパにおける、 派遣国として振る舞うようになっていった。戦争の発端は、ウクライナコサックたちが、ポーランドリトアニア共和国に対して起こした、フメリヌイーツクイの乱だった。コサックの平地マン、首領フダン・フメリニツキイーは、外国勢力の内ロシアのツァーリアレクセイから支援を取り付けることに成功し、見返りにアレクセイに侵入することを誓った。 1651年のゼムスキー・ソボル、ロシア議会はコサックたちをモスクワの勢力圏内に取り込み、ポーランドに敵対して戦争を起こすことをためらっていた。サーリは1653年に議会がウクライナのロシアへの併合を承認するまでことを起こすのを待った。翌1654年、ペレアスラフ会議でコサックたちが協定に批准すると、ロシア・ポーランド間の戦争は、 不可避となった。1654年7月、4万千人のロシア軍、名目上はアレクセイが率いていたが、実際には、ヤコフ・チェルカスキー公、ニキータ・オドエフスキー公及び、アンドレホバンスキー公が指揮してたは、国境地帯にあるベイルイとドロゴブージの要塞を、脱取し、スモレンスクの包囲に取りかかった。スモレンスクにおける陣地は、すぐ西のオルシャに駐屯していた。 リトアニア大へ、トマンのヤヌシュラジビウ港が率いる1万人の軍隊の進軍に脅かされたが、チェルカスキーは、シクロウ近郊でラジビウを破った。3ヶ月の包囲の後、20年前のロシア・ポーランド戦争の舞台となった南港の要塞スモレンスクは、9月23日に降伏した。一方、アレクセイトルベツコ以降は、ロシア軍の南翼を率いて、 ブリャンスクからウクライナへと向かった。ドニエプル川とベレジナ川に挟まれた地域をすぐに通過し、トルベツコイは、ムシキスラウと、ロスラブリオ支配下に置いて、ウクライナの同盟軍と共同でホメリを占領した。北翼軍は、ヒョードルシェレメーチェフに引きられて、プスコフを出発し、ネベリ、7月1日、ポラツク、7月17日、ビチェプスク、 11月17日などのリトアニアの諸都市を包囲した。ポーランド両リボニアにもツアーリの軍勢が退去して、押し寄せ、ルザトレーゼクネで体制を立て直した。同時期、フメリニツキーとロシアの将軍、バシーリー・ブトゥルリンの連合軍は、ボルイーニを攻撃していた。二人の司令官は何度も衝突していたが、両軍は年末までに、オストロフとリウネを占領した。 翌1655年の早春、ヤヌシュラジビウはベラルーシにおいて反撃を開始し、オルシャを再選挙して麻痺リを包囲したが、この3ヶ月続いた包囲は何の結果も生まなかった。1月にはシェレメーチェフとフメリニツキーがオフマーチーでポーランド軍を壊滅させ、一方でクリミアタタールと同盟したポーランドの第二軍がザシコフで、 ロシアイコールウクライナの分隊を撃ちた。こうした反撃を受けて、アレクセイは、ロシア軍の軍事行動を急がせ、大量の命令を送って威嚇的な指揮こぶを始めた。リトアニア軍は対して、効果的な防衛戦を展開できず、7月3日には、ミンスクを、フメリニツキーとチェルカススキーの軍隊に明け渡した。リトアニア対抗国の首都ビリニュースは、7月31日に、 ロシア軍によって占領された。この戦勝のおかげで、ロシア軍は8月にはカウナスとフロドナへも占領地域を広げた。一方、ロシアのボルコンスキー港は、キエフを出発してドニエプル川とプリピャト川を航行し、リトアニア人を攻撃しつつ、ピンスクを占領した。トルベツコイの分隊は、スーニムとクレチャクを攻撃し、 シェルメイチフは6月17日に対した抵抗も受けず、ベリジを包囲した。リトアニア軍はいまだコサックによるスタルイビホーフの包囲に抵抗していたが、フメリニツキーとブツルリンはすでにガリツヤへの攻撃を始めていた。彼らは9月には、ポーランド人の都市、ルブフを攻撃し、ブレスト郊外でヤンパベウサピエ派を退けると、ルブリンに入場した。ロシアによる、 ポーランド・リトアニア共和国に対する進撃は、これを後期と見たスウェーデンをーわる10世イグスタッフによる北方戦争を引き起こした。スウェーデンは共和国の首都ワルシャワに侵入した。これを受け、アファナシー・オルディンイコールな市長金は、ポーランド人との交渉を開始して、11月2日に休戦した。その後、ロシアは、ロシア・スウェーデン戦争を引き起こして、スウェーデン領リボニアに攻め入り、 リ,ガを包囲したリボニアにおける複雑な情勢は、ウクライナの正常に悪影響を及ぼした。共和国を敵とするフメギニツキーは、スウェーデンを同盟者と見ており、この急戦をロシアの裏切りと考えて、1657年8月に、休止するまでツアーリと手を切るための計画を練っていた。彼の後継者となったイヴァンビホウシクイーは、 共和国内で孤立化したスウェーデン軍を破って国外に追い出したアランド人たちとハージャチの和訳を結んで和解することを選択した。この事態を受けてツァーリアレクセイはスウェーデンとの間で自国に有利なバリエルサリの和訳を結ぶと1658年10月にポーランドとの戦争を再開した。和平が保たれていた二年間のうちに ベラルーシの貴族と多くのコサック指導層は、ポーランド支持へと立場を変え、ベラルーシ地方において、ロシア軍を迎え撃つ、ポーランド人を支援した。北部では、ビリニュスを封鎖しようとしたサピエ派の試みは、ユーリー・ドルゴルーコフ公によって阻止された、10月11日。南部でも、ビ法ウシクイー率いる、ウクライナ人たちは、シェレメーエフからキエフを脱回することに失敗した。 しかし1569年、ビホウシクイと同盟者クリミア・タタールと共同で、トルベツコイの率いる軍隊をこのトップの戦いで壊滅させ、このトップの町を包囲した。ウクライナにおける遠征が失敗に終わるかも知れないという、ロシア人たちの不安は、8月に占領地キエフを出発したシェルメイジェフとその帰化の部隊によって取り除かれた。ウシクイは、チヒルインで、 シェルメージェフに敗北して、ポーランドに亡命。コサックたちは彼を解任して、フメリニツキーの維持ユーリーを新しい平地マンに任命した。しかし形勢はポーランドに味方し始めた。次の平地マンとなった、ヤクイム・ソムコは、前任者、ユーリーのように、モスクワ支配に対する過剰ない批判者というわけではなかったが、ポーランド人との同盟を模索した。 ポーランド親二世カジミエシュは1660年に北方戦争を終結させるためのオリバ条約に調印し国力のすべてを東方の辺境地帯に傾注できるようにした。ポーランド人は精一杯の軍事力で1660年末までにロシア軍をベラルーシから追い出した。サピエ派はホバンスキーを破り、セルメーチェフはストヌフの戦いで、 スタニスワフ・レベラッポトキとイエジール・ボミルスキに降伏した。この時期最も有能なポーランド人将軍であったステファン・チャルニエツキもポロンカの戦いでドルゴルーコフの部隊を倒し1661年にビリニュスを奪回した。他のリトアニア対抗国内の諸都市も一つずつ共和国軍によって解放されていった。こうした反転攻勢のせいでサーリ政府は スウェーデンとのさらなる戦争を引すべく、屈辱的なカルディスの和役に調印し、バルト地方から撤退することになった。1663年末、ポーランド王とその軍隊は、ドニエプル川を渡って、サガンウクライナへの侵攻を開始した。国王軍の進度にあった、諸都市は何の抵抗もなく、ポーランドに起伏していったが、翌1664年1月のフルーヒュの 行為には失敗して大きな犠牲を出し、ノブゴロドイコールセーベルスキーまで退却した。この戦争の最後の大きな戦いは1664年の夏に行われ、この時はロシア軍がビチェプスク郊外で敗れている。和平交渉は1664年から1667年1月までずるずると引き延ばされていたが、イエジー・ル・ボミルスキーが反乱を起こしたため、 ポーランド側が急いで、アンドルソボ条約を締結した。この和訳により、ポーランド・リトアニア共和国はロシアに対し、スモレンスクの要塞及び、キエフを含むサガンウクライナを割譲した。20年にわたる戦乱、大洪水は、一応の終結を見たが、共和国は、豊かな国葬地帯ウクライナの半分を喪失し、甚大な被害を受けて1648年以前までの、 経済的繁栄を二度と取り戻せなかった。この戦争で東ヨーロッパにおける派遣国の地位はポーランドからモスクワロシアに移り、ロシアは帝国としての異様を整えていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。